伊豆井純一11月5日隊は、日本の実業家、聖章。元伊豆井石油商会代表。大阪府大阪市出身。大阪府大阪市出身。大阪府立天皇寺高等学校、早稲田大学生形学部卒業。法酒造に入社するが、家業を継ぐために退社し、27歳の頃に、大阪にて、ガソリンスタンドの経営に成功。 急速に経営を拡大する。しかし、1995年に大阪国税局の査察が入り、1996年末には東京地検特捜部の捜査が開始される。国税当局によると、1992年から1994年にかけて三井鉱山から24億円、三菱石油と三井鉱山の石油取引の 仲介手数料名目として30億円、三菱石油と中堅商社の石油取引の仲介手数料名目で10億円の総額約64億円の資金提供を受け、政官会への接待や賄賂に使っていたとされる。その後、1996年11月7日に脱税容疑で逮捕。その後、詐欺、贈賄の容疑で起訴される。 あとに1億2000万円の保釈金で保釈。1997年11月28日に国会で承認勘問される。裁判では詐欺については無罪、脱税と贈賄については有罪となり、2000年に懲役2年、罰金8000万円の判決を受ける。2002年9月10日に出所。 伊豆井本人の書くところによると、山崎拓、小渕恵三、森吉郎、竹別とむ、天利明、渡辺道ら多くの自民党議員、通称産業省の歴代次官、大倉次官、阪神の吉田義を、横綱高野花らに、多額の金を振る舞う谷町をやり、千代の富士の九十部屋の講演会長を行っていた。ありがとうございます。